ドクヤマゴクは、中華人民共和国新疆ウイグル自治区、カラマイ市に位置する四角区。ドクヤマゴクは、天山の北側斜面ドク、ジュンガル盆地の南西園部に位置している。ドクヤマゴの地名は、区内にあるドクサンという山の名前から来ている。ドクサンは、他の山と接さず、東西にそびえる山の形から、独立した三壁という意味である。は、ウイグル語やカザフ語では、 マイタク、マイタオと呼ばれ、油山という意味であり、原油が産出するということを示唆している。ウルムチ市から2 5 0トルカラマイ市中心部から1 5 0トルの距離にある。総面積400.34平方キロメートル。総人口約8.64万人である。新大、中華民国時代には、ドクヤマゴはウルムチ県に所属。百九十七年。 毒山子油田の採掘開始。1936年、ソビート連邦の技術設備を活用するため、新疆省政府とソ連が共同で毒、山ゴスス商省を設立。毒山子三北側斜面に、油田関係技術者の居住区、毒山子工区が生まれる。1958年、カラマ舞市が成立し、毒山子が市内の直轄地区となる。1982年、 ドクヤマゴクが設立される。1984年に、カラマイ氏は、クセを廃止するも、1990年に、クセ復活、ドクヤマゴクも復活した。ドクヤマゴは中国における、石油工業の発祥地の一つ。1897年に、石油採掘が始まり、1909年に、工業化油成として、開業、1936年に解 山子スアブラが設立されるなど、石油加工の歴史が長い。2009年には、1000万トンの石油生成と100万トンのエチレン生産工程が竣工し、中国国内最大規模の生成加工一体施設となっている。2020年には、独山子石化における累計で、加工原油710万トン、エチレン生産141万トンとなった。海道を 天山を南北に貫通する、独古航路の起点でもあり、312国道と217国道もここで交差する。カラス系高速航路、経済高等級航路、経活高速航路もここを通っている。天山への観光のゲートウェイとなっている。ABCD 独山国人民政府、魅力独山子。ありがとうございます。